活発化した梅雨前線。県内は昨夜から今日の午前中を中心に大雨となりました。上高地では一時土砂災害警戒情報も。北アルプスでは登山道が浸水し、唐沢から下山中だった2つのパーティーの6人が行動不能に。救助隊が近くの山小屋に救助しました。昨日の降り始めから午後4時までの降水量は、御嶽山273ミリ、宮田高原187ミリ、上高地165ミリなど、南部と西側の地域で警報級の大雨が降りました。交通にも影響が出ました。JR 中央西線と飯田線は雨量規制のため、朝から上下線で運転を見合わせましたが、午後5時半までに再開しました。ただ、まもなく発車でございます。動いてないの？市なの。それはびっくりしました。困ったな。名古屋と結ぶ特急は終日運休または部分運休となり、大きな影響が出ました。停滞する梅雨前線は次第に北上する見込みで、明日以降も雨に注意が必要です。はい、この先の降り方も岸本さん心配ですね。はい、県内明日以降も雨が続くでしょう。明日は昼過ぎから夜遅くにかけて基礎地域などで雨足が強まります。基礎地域は今日も大雨洪水警報が一時出されていて、すでに地盤が緩んでいるところが多いです。今のうちに避難の準備をして、ハザードマップで避難場所や避難経路などを確認しておきましょう。あさって以降は降り方が弱くても雨が長く降り続いて、どんどん土砂災害の危険度が高まっていきます。現在そこまで雨量の多くない北部や中部の地域でも大雨警報が出される恐れもありますので、非常食や水などを備蓄しておくなど、今からできることをしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。